こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は潜在意識の願いが自動的に叶ったっていう具体例を紹介します。私は潜在意識で望む現実を引き寄せる方法とか運気を上げる方法を日夜研究していて、そこで学んだことをビデオにして発信しています。よかったら最後までご覧ください。今日のお話は私自身の出来事でほんの些細なことなんですね。でも例としてはとても分かりやすいと思うので紹介することにしました。内容は潜在意識で望んだことはあっさりと現実化する、それも自動的に強制的に半ば強制的に実現化するんだよっていうお話です。私は昨日本屋さんに行ったんですね。で買ったのがこのゲッターズ飯田さんの五星三神占いの2020年度版です。これちょっと余談になるんですけど、この本ね結構当たるって評判だし、なんか私自身も読んでみて物事のやる日を選ぶのにちょうどいいなと思って、去年初めて買って今年も買ってみようっていうふうに思いました。ちょっとブックレビューとは違うんですけど、さらっと中身を紹介するとこんな感じで日によって運気が書いてあるので、予定を決める時にまあどっちでもいいんだけどなんか選ぶ指針が欲しいっていう時ないですかね。そういう時にあこの日決めたらそういうことなんやっていう風なのがすぐ分かるので、決めやすいのでちょっと頼ってます。私はね占いも結構好きで、ゲッターズ飯田さんの占いって何て言うんだろう、統計学のことだからかなり当たるって思ってるんですね。はい、まあ、ちょっとこれ余談なんですけど、この本を買いに行った時に、まあ、本屋さんにこういうふうにね、立てて並んでて、この後ろにもあったし下に平積みにもしてあったんです。で私は立てて置いてるのの一番前のやつを取って、まあ、レジに行こうとしたんですけど、まあ、パッとね裏を見て見た時にここがねちょっと折れ曲がってて、この帯のところもね折れ目ついてて、まあ破れてるまではいかないけど破れかけてるような本やったんですよ、一番手前のやつが。で一瞬あって思ったけど、私は頭の中でなんか読んでたら多少傷つくし汚れるかもしれないから、まあ、本の内容さえ分かればいいやって思って、その本をそのまま持ってレジに行きました。そしたらお会計の時にレジの人がパッて見て、あこれここ傷んでるんで新しい綺麗なものと変えてきますねって言ってパーってその棚のところに行ったんです。なんか私結構すごいびっくりしてあれと思って、その時にねあやっぱり私綺麗なやつが欲しかったんやなって思いました。なんかこれわかるかな、これ現実かとかやったらねそんな大げさなって思う人もいるかもしれないけど、私は潜在意識の頭の中でまあ傷んでても支障ないやんっていう納得を自分でしようとしてたんですね。だけどそういう風に店員さんがパッて変えてくれたことであすごい嬉しいって思ったんですよ。やっぱりその時にあ私の理想こっちやったわって再確認したんです。人によってはね今急いでるから交換なんかええから早く会計してほしいっていう風に思う人もいるかもしれないけど、これは私の現実化のね一例なんです。ほんの些細な出来事なんですけども、私はやっぱり潜在意識の力で自分の本心の願望が自動的に、そして半ば強制的に現実化したんだなっていう風に思いました。私の頭の中ではまあいいやんって納得しようとしてたんですけれども、結果違うことが起こったんですよね。それでその現実を受け取って私は結局嬉しかったんですよ。その時に潜在意識の現実化ということで私のちょっとした出来事を紹介したんですけれども、参考にしてほしいのは現実から何を受け取りどう行動していくかっていうことですね。そして日々皆さんの日常にもそういうヒントが転がってるよっていうのを知ってほしいんです。まずは
大前提である日々の出来事は自分の潜在意識の思考が現実化しているものであるっていうふうに信じ切ることですね。疑ってる時はどんな現実を見てもそれが自分が考えて起こしたことっていうのが信じられないんです。まあ、私もねもちろんそうだったし、今でも嫌なことが起こったらちょっとねそのまま受け取るっていうのはできないことがあるんですよ。自分にとって嫌なこと、都合の悪いことが起こると、いやこんなん望んでへんわっていうふうに思っちゃうんですけれども、その起こったことが何なのかっていう意味を考えることで徐々に自分の潜在意識の存在が分かる、潜在意識のなんていうか仕業が分かるっていうのかな、存在自体が認められるようになってきます。はい、今日は潜在意識の願い事が自動的に叶うよ、現実化するよっていう具体例をお話ししました。皆さんの現実も必ずそのようになっています。思う通りの人生を送るためにそこからのメッセージを常に感じれるようになっていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。